5号艇の山根慎、さらには3号艇これやばいでしょ。いや取った。はい、ということで現在の残高を確認しておきたいんですけれども、僕の投資が 14,600 円で回収が 13,950 円ということで、残りが 9,350 円で、ラテツさんが 7,700 円投資、回収が 74,820 円ことでプラス67,120円。あの余裕ぶっこいて使い分けたら大逆転されてる。とりあえず今これ撮ってる時点でもう11レース始まっちゃってるんで、12レースだけに最後勝負して、はい、優勝戦ね、はい、逆転しますから僕はマジで。まさかこんな展開になるとは思わなかったっすよ。これでもう今日の勝ちは決めさせていただきます。ありがとうございます。はい、ということで12レース、もう泣いても笑っても最後なんで一撃に逆転狙います。1号艇の丸尾選手が圧倒的に乗れてる状況なんですけれども、僕丸尾選手は頭が買いません。で、これでも逆転とかじゃなくて、その買わないってもう決めてきたんですよ。丸尾選手は絶対に買わないって今日。返事とかもうめっちゃ出てるんですけど、足もいいし。ただ、丸尾選手は一般戦も全部合わせて優勝したのが2015年まで遡るんですよ。ということで、ここ3年ぐらい、優勝してないということで、もうオワコンなんですよ、丸尾選手。丸尾選手はもうオワコンなんで、確かに足はいいかもしれないですけど、もうオワコンなんで、ここは買いません。ということで、僕が狙うのは3号艇の山本選手、1周タイムもトップですし、直線のタイムも、ね、そこまで、丸尾選手と変わらないんで、今日の傾向、3コースから結構来てるんでね、まくり差し入れば3-1。ということで、1着3。2着1で3着に2-5-6、この3点で、逆転狙いたいと思います。はい、やっぱね、11レースと10レースあれにあれだけど、丸尾選手を外すっていう読みが見えないんで、展示もやっぱ出てるんで、ここはすんなり、ここは1コースで逃げてもらって、相手探しなんですけど、ちょっと2-3-3-2が売れてて、やっぱ僕も SG のとこでね、この1-2-3ってこの売れてる目買ってね、すごい。うん、話をしたんで、やっぱそこの1番人気、2番人気だけ外して、ちょいずらしで、こう3コース、山本選手、どうしてもちょっと外せないんで、1-2と1-3から、で5号艇の東選手が、5コースからの成績が、まあまあいいですね、ちょっとそこでずらして、1の2着が2と3、3着を4と5の4点、ちょっと4000円で、ちょっと頑張って、大回収ずらして、買ってきます。はい、じゃあ僕は最後、これで9000円で逆転狙います。余裕が違うわ。一時期向かい風がちょっと強くなっていたんですが、現在風はあるものの、そこまで水面に波立ってはいません。スタート10秒。第12レースの優勝戦はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。3円ネオフィックス杯の優勝戦第12レース、スタートしました。2コース、2号艇の西村雅がトップスタート、そのままインを締めてまくりに行く。1号艇これに残せるかどうか。3号艇絶好の展開に、これに残せるかどうか。3号艇絶好の展開、2艇の内側切り込んでいく。さらにその双子をこらえ、4番と6番刺してバックへ入った。西村勝のまくりは少し膨らみまして、センター通って1号艇丸を踏ん張っている。内側からは4号艇の中村森重、3艇広がって2マークの旋回。12レーススタートは正常でした。抑えて2マークは1号艇丸が先に待っていく。外から構えて2号艇の西村でしたが、ここはついて回る形になりました。懐ついてきた3号艇の山本博士、先頭ここで抜け出しました。1号艇の丸を、2番手には2号艇
の西村と内側から3号艇の山本、外へ開いていく4号艇の中村、21マークの旋回に向かって2番から沿いですが、ダンマークの1号艇3号艇の山本ですが、外へと右手かす2号艇の西村、こっちは指して4号艇の中村森重、バンデー入った3番手争いが外に3号艇の山本、内側から迫る4号艇の中村森重も外一定しました。外に3号艇の山本、内側から迫る4号艇の中村森重も外一定しの前にいます。3号艇の山本、それでも引かずに内側へ飛び込んでいく4号艇の中村森重、3号艇の山本はこれを回して V 際へ切り込んでホームへ折り返しました。3番手は内側から迫る3号艇の山本、上位体系は1番、2番、3番、内側、3体系です。2番手と3番手の定間が4停止ぐらい、そして3番手と4番手は3停止半、31マーク、2番手はまず外から2号艇の西村、3番手は周り下を取って3号艇の山本が行った、4号艇は内側に5番手に入っていまして、これが壁となりまして攻めきれませんでした。3番手は3号艇の山本キープで上位体系1番、2番、3番です。5号3艇5定番通りに4号艇、5号艇、6号艇の陣についています。約3年ぶりの優勝が見えてきました。1号艇丸尾が最後のホームストレッチへ、2番手が2号艇西村、3番手3号艇の山本と続いた優勝戦12レースはまもなくゴールインです。先頭は1番の丸尾、今ゴールイン、2着が2番の西村、3着は3番の山本、続いて4番中村、ゲテロエニクスが優勝戦12レースの確定です。Bリーグ三重ネオフェニックス杯、丸尾吉高選手です。株式会社フェニックス3 賞状並びにフェニックスマフラー、やりましたね、やりました。友情が芽生えましたよ。楽しかったっすね。浜名湖は豪然で全部てか近づいて鼻にで。ありがとうございました。お金をお受け取りください。うわ、いいな。ありがとうございました。ソラテスさんが引いた爽やかの町番号77番、最初から決まっていたということです。すごいね、爽やかくて帰ります。これが見せた。おーい、後でもう一度させてください。おっぱいみたいな感じ。あと一つ、 あと味が69000円の配当をね、超えてくるかって7万種いくってあった話なんで、まあ行って3万周ぐらいですね。だいぶ高いけどね。純平飛んだわ。19万周。うめえ、マジでうまいです。うまいな。めっちゃうまい。なんか違うな、今までのハンバーグと。本当にうまい。なんか肉食ってるわ。そうそうそう、わかります。噛み応えが違う。歯応えやばいっすね。めっちゃうまい。多分今までのハンバーグと違うだよね。なんか肉肉しいっていうか。ハンバーグじゃないですよ、これ。ハンバーグだけどね。はい、ということで、何駅でしたっけ、これ。掛川駅。掛川駅。掛川駅に来ました。いや、終わりましたね、あっという間に一日が。終わりました、楽しかった。僕は乾杯ということで、1回目からいきなり強敵すぎて、もしよければ午前前僕も使っていいですか。午前前いいでしょう。午前前にかつ六前前を、僕の地元の平和島で、あ、平和島六前前いける、六前前で逆転するっていうパターンの動画をちょっとリベンジさせてください。今日は1マークの差しが入らんのと、まあ、2マークのぴょんぴょん、そうだ、2マークのだ、午前前も2マークのあのぴょんぴょんでぴょんぴょんで抜きだもんね。抜きですもんね、あれはね。待って、展開もクソ7万周はね、すごいっすよ。でも展開ちゃんとしてないからね。あれは展開ちゃんと予想してないよ。いや、運だけで展開予想とか、そんなんペラペラ言って当たんなきゃ意味ないんですよ。まあよくいるじゃないですか、そんなこれはこうで、よそよのおっちゃんが展開こうこうこう、なんとか攻めて外れでしょ。でよっしゃ、ゴー先生、おらーって当ててる方がすごいわけですから。でも絶対に次はもう巻き返すんで、また浜名湖、6前前で静岡来てください。果たした、よし。
鉄は午後全然撮ったけど下手くそだぞおい。猫の言葉心